はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます、ハルです。デメントですね、よろしくお願いします。起き抜け一発目です。水塔の7階にセーブポイントがあるのか、どういう感じなんですかね。あんまり広くはなさそうなんで、リカルドおじさんから逃げ惑って7階まで逃げ切る感じなんですかね。ちょっと全然わからないんですけど、まあよろしくお願いします。最近あ、声がする多分いるんだろうな。ヒューイには見れてる？見えてるのか。うん、こうやって急にね来るということがすごくめんどくさい、めんどくさいっていうか、あれこれふわふわじゃんああ、でカツ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 音がするんで、ああじゃあじゃあじゃあ、それどころではないじゃないんだよな。謎解き、謎解きで、どうすんのっていう感じなんですけど、ね、もうヒューイにプリプリ指示出して助けてもらうしかないですよね。まさか自分をね盾にして、これでいいの？どうなんだろうっていうか、その可能なのかこのゲーム。おっと、一回そのヒューイに攻撃をさせればいいってことなのかな。ちょっと相手の足音とか聞いてらんないよね。早く早くやってくね、レバーをさ、こうトゥームレイダー感満載のレバー。謎解きというよりもギミックを発動させる必要があるときついっすよね。ハイドイン、あ、連星アンチモン、連星アンチモンすらさ、見えない敵には投げられない。まあ投げてくれるなら全然構わないけど、やれんのか。ああ、だからゴーヒューイもうできないんじゃないのかな。これ多分殴られる前提でこう行く感じなんですかね。別に構わないんだけど、それは結構余裕が、あ、いたあるのか。どうか、よし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 。で、これで消えるのかな。あ、消えない場合も、あ、いけいけいけ、あるある。なるべくアイテムはね、拾っていきたいんですけど、あ、しつこいね今回は。で、行き止まりになっているので、一回グッドボーイ、ね、グッドボーイしとくか。前回、前々回も謎解きをしてからの進行はね、すごく早かったんですけど、また新しい場所なんで、謎解きを含めていくとちょっと難しくっていうか、進行はね、長くなっちゃうのかなと思うんですけど、うん、カモマイル。多分今回はそういう逃げ惑うというか、まあ、ヒューイとピオナの体力勝負みたいなところになるんじゃないかなと思ってます。なんでドラム缶が欲しいんですかね。リカルドはどういう動きになってるんだろう。これいくか、ほらすぐ来るじゃん。
見えてない？やっぱり。ああ。場所が、でもヒューイには見えてるような感じしますけどね、突っ込んでるので。あっと。これ拾うのかな？メダリオン。ああ、やっぱヒューイには見えてるんだね。ってことは、やっぱフィオナにだけ薬物って、薬物。お気にくれだから薬物が言えない。あ、もう7階じゃん。ボス戦も近いか。ね、薬物投与を受けているかもしんないですね。あ、相当できるのか。助かるわ。このままでいいか。どういう戦闘方法になるかわかんないですけど。これはね、よし、今すぐセーブしようか。ちょっとゲロムズというか、すげえめんどくさいですね。まあ、力技でね、行くだけだったらどうにでもなる。慣れたもんなんでね、こっちも。ん？お、なんか音がする。パン、パン、ポン。なんて遊んでると、リカルドおじさんに怒られるんで。あ、ヒューイが乗っても、なんかすんのかな？教えてみ。この地上におけるすべての生命は星々の瞬きに現れ、この地上におけるすべての事象は星々の運行に彩られる。唯一なるものの奇跡を成し遂げるにあたっては、地上と連なる天体の連鎖をも知らねばならぬ。うん。うえ。天体の並びは外より土星、木星、火星、太陽、金星、水星、月と続き、最後に万物の中心である地玉に至る。最果ての土星より連鎖を始めよう。ただし、この道を成し遂げることは一人ではたがわず、一人ではあたわず、寄り添う者と交互に進むがよい。うん。踏めと。なんか水金地下木的なものではないのか。外から土星なんだ。じゃあ、あの話は何なんだろうね。話っていうか、あの連なってるものって距離とは違うのかな。土星、木星、写真撮りたいんだけど、あれがない。携帯電話がない。よし、行こうかね。まあ、起きむくれといっても、ちょっと深夜なんですけど、最近夜っていうか、寝れないじゃねえや、速攻で眠くなっちゃって、9時とか、夜の9時とか、以降すげえ眠くて起きてられないんですよね。それまでちょっと連絡取ってない人からいきなり連絡しなくなっちゃうんで、できなくなっちゃうんで、申し訳ないなと思うんですけどね。寝るのをでも多分我慢するって一番いけないらしいですからね。なかなかこう矛盾というか悩ましいですね。さあ、土星を踏もう。土星さん、まず土星さんを踏む。おで、あーってことはまずヒューイに踏ませるのか。まさかヒューイに、難しくね？まあ特に、あー、ちょっと待って、ここ、あ、違うな。回ってきちゃうんだけど、ヒューイ。あ、こう、ん？ちょっと待ってね。踏ませるためにはどうすんの？ボールか？でもさ、これ投げんじゃなかったっけ？投げちゃうんだよな。
え、それともヒューイ行ってくれるかな。え、行けんの。超絶頭いいんだけど、焦るわ。で、ボールは拾えませんと。で、次は、あ、いけ。マジで？ちょっと頭良すぎでしょ、この子。本当に？すげえな。コメントもありがとうございます。ヒューイのね、なんか装備品とかもおっとできるといいんですけどね。すぐステイしないといけないのか。 OK。 なかなかね、こうリール回すんで運ゲーになっちゃう。まあ運ゲーではないんだろうけど、難しいんですよね。こう目押しで やろうとしても俺じゃちょっと難しそうなんで。直線に並ぶことってあるんですかね。こういうなんか天変地異的なことが起こりそうな説があったような気がするけど、それももう定かじゃないな。こういうのはセーブまださせてくれるの。おー、至れり尽くせりですね。助かるわ。よし、行こうか。プラネタリウムも、そうね、行ってみたいですね。何回かしか行ったことないんですけど、でもリアルが実際のね、星空とかを見てもいいかもしれないですね。最近ようやく過ごしやすくなったと思ったらめちゃくちゃ暑くなりましたからね。と思ったらすごい寒くなったりね。ちょっと答えますわ、人間の体、脆弱な体には。リカルドおじさんとのボス戦の匂いがするんですけど、俺は何するんだ？落とすのかな？ここの壁、だいぶ傷んでいるわ。壁？衝撃を与えたら崩れてしまいそう。あ、それ壁なんだ。一周するだけ？崩れてしまう。とりあえず決闘しとくか。ただあのフィオナ生足なんですけどね、空手でもやってない限りかなりこの蹴り、生足で蹴りを入れるのはね相当きついと思うんですけどね。格ゲーのキャラかな。うん、当たらない。ただ何のために蹴るんだろう。まあ人を落とすための大きさとしては妥当ですけど、これってジオラマ、うん、ん？だから？だから何なの？穴があるね。小さな穴が開いてる。ヒューイなら潜れるかな？潜らせる？潜ってどうすんの？Go, Hueyまあ、リカルドおじさんも多分来ないだろうから別にいいけど。あっ、えっ、あー、なんかやることなんとなく分かったけど、えっ、なんか俺持ってる？足りる？あっ、これブロンズのフィギュア。えっ、これを何に使うの？え、使う場所を決めてください。そんな。じゃあ俺ここに行きたいんで、
大きさが分かんないんだよな。ちょっと待ってね。男性の姿をかたどったブロンズ像だけなんか足りてないのかな。ちょっと待って。なんか言うことは、思うことは、特にないな。何分？ 17 分。もうちょっといけるな。ここに置くことは間違いないみたいだから落とすか。使う場所を決めてください。どこでもいいじゃんっていう。これ大丈夫なやつ？これ当てずっぽうでいいの？大丈夫これ。なんか拾ってないのかな。こういうのは大体男の像と女の像とあって、でそれぞれを対になるようにやるとかだと思ったんだけど、多分ね、ここでもうボス戦始まるんでしょ。これ謎解きすれば多分橋がかかるから、中央とか、なんかあったっけ、メモ、マギ、マギステリアムを見つけないといけないのか。じゃあ俺見つけられなかったんだとなると、あのギミ、ヒューイちょっと、ありがとう、早いですね。マギーステリアムを見つけてこないといけないのか。じゃあ今回はそれを見つけて終わりにしようか。また降りないといけないのか。どこにあるんだろう。なんかさ、1階にありそうなんだよな。探索できてなかったから。1階？地下1階、一番下のところね。まあ降りてって怒られないといけないのか。またリカルド落ちちゃった。無駄なね、不要な戦闘をしないといけない。あのギミック動向で見つかる、多分探索してないところだけだと思うんですよね。なんか謎解き云々でこうしてああして見つけるとかじゃなさそうなんで、まああとはもうフィオナの体力勝負なんじゃないのかな。ちょっとヒューイ、今完全に動いてなかったんですけど、ヒューイがなんかそのサボる姿勢でいられるとフィオナがボコボコにされて終わりになっちゃうんで。何分？ 20 分、大丈夫。時間的には余裕あるんで、ただこの辺もね、ぐるっと回っておかないと。てか帰れないか？これこのままだと一回ギミックを動かして、ちょっとヒューイ分断されちゃうんでね。まあヒューイは運動神経あるんで問題ないかもしれないですけどね。で、これで道を作っておいて、なんかヒューイだったらさ、頭いいから、レバーとかもね、動かして、リカルドを分断できる。まあでもこの辺飛べばいけるか。ね、バイオハザード系主人公は、ちょっとの段差登らないですからね、本当に。来た。来る分には全然問題ないんで、まあ相手して、まあ相手してってか相手するのはヒューイですけど、ヒューイはちょっとどうにかしてくれないとまずいんですよね。来た。どっから来てるか分かんないけど、こっちか。
もうその隠れよう、戦いようがないんで、あとはもうリカルドおじさんの気分次第。ああ、ここでまた物作れるのか。あとで作ろうね。理由適当に回して、こういうところ、ああそれどころではない、これどこではないって言ったかな。こっちはこっちで、それどころじゃないですよね。あ、水、どっかに水飲めたっけ。何もなかったっけ。鍵はもういらないもんね。実はこの辺にマギなんとか転がってるとかじゃないのか。意外とすぐ見つかんねえな。とりあえず穴入って、あ、穴の中にあるとかなのかな。これ開かないんだっけ。あ、どうしたって絶対開かないと。まあここが開いたとてどこに繋がってんのって話ですけどね。地下で繋がってるとかあるのかな。さあ早速見てみよう。配管すべて錆びついてる。あ、衝撃で壊れる。あ、俺が蹴飛ばす必要があったのか。蹴飛ばして生足で蹴飛ばす、ちょっとつもりが、あ、あ、あー、ハイドインか。ハイドインした場合に、うん？なんだ今。あ、銀の円盤。盤面に製図らしきものが掘られている。使い道は分からない。うん、なんだろうね。ここでなんかいろいろ取っておかないといけなかったので、じゃあ壁にちょっと張り付いていかないといけないかなと思ったけども、これ以上は特になさそうかな。マギアクルス、マギステリアム、マギステリアムっていう単語の意味が分かる人はいいのかもしれないですね。とりあえず穴入って、あ、リール、ん？コスチュームチェンジが可能になりました。それは大丈夫なのか。まだ話終わってないですね。2週目に解禁されるもんなんじゃないんだろうか。アンチモンパウダーと、あ、なんか勝手に生成されてるんだ。あ、これお城で着ていた服かしら。服に着替えますか。いや、このままで行こう。これは何かあったっけ。クイエスとムンデス。うーん、最初のやつしかないのかな。じゃあちょっとリール回しましょう。マギストメダリオンが当たり確定だと嬉しいですね。 SSSR。シルバーブーツ、あ、当たり確定ですかね。攻撃力上がりそうですか。銀糸で施された刺繍が美しいブーツ。キックの攻撃力が5倍になり、高確率で対象者をダメージ状態にすることができる。だが履いてない。これちょっと着替えてみようか。あ、つか着替え、あの、俺が嫌なのはさ、着替えたら着替えっぱなしになっちゃうかどうかが嫌なんですよね。ちょっとこのままで行こうか。どうせなんかこの服自体が特殊装具というか、イベントね、装具みたいになってるんで。ただ俺この髪型がね好きなんで。髪型の話かよっていう。あ、ここ水か。これ言ってない、ちょっとピョンって跳ねたやつとかが、まあ、ピュアな似合ってるかなと思うんで、好みですけどね。これで行きたいですね。体力には余裕あるんで、何分？ 26 分か。まあ、セーブして次回
じゃあまあこれでね足りてるのか分かんないですけど、これで謎解きができるといいんですけどね。